ーネーションのプレゼント。ママなんて大嫌い。小さなことでママと喧嘩をしてしまったクマの子。しばらくすると、とっても悲しい顔をしていたな。あんなこと言わなければよかった。喧嘩したことを後悔し始めます。どうやったら仲直りできるかな。そんなことを考えながら絵本を読んでいると、カーネーションという花が出てきました。ふむふむ、このお花をあげるとママが笑顔になるのか。これはいいぞ。クマの子は早速探しに出かけます。途中ウサギに出会うと、ママと喧嘩しちゃって。落ち込むウサギにクマの子はカーネーションの話をします。するとウサギは、私も一緒に連れて行ってとついてきました。クマの子とウサギが歩いていると、今度は猿に出会います。僕のママは病気で。ママに笑顔になってもらいたいと猿も一緒に行くことになりました。近くにいたタヌキは、なんだか面白そうだと一緒についてきます。みんなはカーネーションを探して山を登り始めました。途中でウサギが転ぶと、クマの子がおんぶをして、吊り橋が怖くて渡れない猿をタヌキが手伝います。雨もポツポツ降り出してきました。もう少しだ、きっとてっぺんにあるよ。みんなは泥だらけになりながら先へ先へと進みます。力を合わせて山のてっぺんまでやってくると、そこにはキツネがやっているお花屋さんがありました。お店の前には色とりどりのカーネーションがたくさんあります。やった、カーネーションだ。みんながお花屋さんへ向かうと、人間には母の日といってな、お母さんに感謝する日があるんじゃ。ちょうど今日がその日じゃよ。そう言ってキツネはカーネーションをくれました。ありがとう。みんなはお礼を言うと、それぞれ家へと帰ります。クマの子は家へ帰ると早速ママにカーネーションを渡しました。さっきはごめんね、いつもありがとう。ウサギも、いつもごめんね、大好き。そうカーネーションを渡して仲直り。サルは、ママのこと大好きだよと言い、タヌキは、これはカーネーションって言うんだよと得意げです。いつもありがとう。その言葉とカーネーションでママの心はポカポカです。みんなをぎゅっと抱きしめると、こちらこそありがとうとこっそり涙を流しました。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから。